チーム。
丈夫かな。ソニックにはいつも助けられてばっかり。こんなんじゃダメだな。でもびっくりした。あなたがカオスエメラルド持ってたなんて。それじゃああんだけしつこく追いかけられるわけよね。あら、このペンダント、あなたの兄弟？まだあなたの兄弟がエクマに捕まってるの？よし、わかった。あなたの兄弟見つけてあげる。ここまで来たらもう何だってやっちゃうよ。ミスティックルインに基地があるって確かあのロボットさんが言ってたわ。ミスティックルインに行ってみましょう。ややっ、抜け出しおったか。しかしちょうどいい。カオス、それだ。そのカエルを手に入れるんじゃ。カオスエメラルドと共に。あとはカエルじゃ。そいつがお前のなくした尻尾を持っておる。そいつを取り込めばお前は完全な体を取り戻せるのじゃ。その間に何とかするんだ。よーし、カエル君、今助けるぞ。カエルのいるところに向かってルアーを投げ入れるのよ。来た。よっ、やった。よし、もう離さないぞ。よし、あとは俺に任せて早く逃げるんだ。うん、ありがとう。さあカエル君、ここから逃げようよ。これ使えるのかな。動かし方わかんないけど、まあいいか。カオ
スエメラルドは6個を集めた。復活した時分裂したカオスの尻尾も元に戻った。残るはカオスエメラルドあと1つ。お前の思い通りにはさせないぞエクマン。うん、エメラルド6個の状態でもソニックごときを倒すには十分じゃ。行けカオス、やつを畳んでしまえ。カオスを凍らせることができれば、凍らせる方法を考えて。くまんねえ。ここは エメラルドの復活が俺の本分だからな。復活しやがったのか。どうもただじゃ返してくれそうにないな。マスターエメラルドを元に戻すんだ。邪魔させないぜ。カオスを凍らせることができれば、凍らせる方法を考えて。エッグマンの出す衛星をカオスの口の中に投げ入れて。カオスが凍って無防備になった時が攻撃のチャンスよ。
どにもないやつ。マスター登録解除。 E シリーズ仲間助ける。E103 デルタ、 E104 イプシロン救出完了、 E105 ゼータ、 E101 ベータ所在不明。もしやまだエッグキャリアに。Oh, it's a windy and sunny day, and I can hear the birds sing.
ソニックはどうしたんだろう。カオスも倒され、エッグキャリアも沈んだ。こうなったらステーションスクエアを破壊するのに手段は選ばぬ。発射されたら、それ発射じゃ。やや、爆発戦。おのれどうしたことだ。エイクソー、わしがじきじきに様子を見てきてくれる。ドクターエンダー、先回りして止めないとエッグマンがミサイルを爆発させちゃう。先回りしてミサイルを処理しなくちゃ。でも、もし僕が間に合わなかったらこの街が吹っ飛んじゃう。ソニック、ソニックと出会って僕は変わることができた。でもソニックの後ろを走っているだけじゃいけない。いつか自分自身の力だけで走り出さないといけないんだ。処理するとはやってくれたな、テイルス。この代償は高くつくぞ。お前ごときひねりつぶしてくれる。怖くない、怖くないぞ。僕一人だってできるんだ。Yeah!
もやれたんだ。これで元通りだ。マスターエメラルドも、そしてこの島も。これからもこの空に浮かぶ島にいるだろう。マスターエメラルドを一人守って、その意味すべては知らない方がいいのかもしれない。知れば何かが起きる気がするから。
so far.